こんにちは。プライムスターズのねガチャをさらにさらに引いていきますけれども、ほんとね無課金なのにガチャがいっぱい引けるんです。このゲームすごい、すごく動画向き、これがやってるんですよ。でこれなんと CR7 とかが当たるんですけど、その前にあのチアゴシウバが当たるファーストレグの方を回ってですね、私はこのプラチナコインを1700枚まで貯めました。なので17回引ける。ここでチアゴシウバを引いてチアゴシウバを覚醒させたい、いきます。1匹だけね出たんですよ、あの普通のゴールドチケットの方で。いきます。なかなか出ないからね、チアゴシウバが。ややっとる、ややっとれば覚醒できるんで、もう何本でも出てくれて構わないです。このプラチナコインの方はやっぱ出やすいんですよね、きっと。出やすいってことでしょ。頼むよ。ウォルコットはねもう出てるんです。覚醒も10になってる。だからもういらない完全にいらない。クルザワ、まあ、この辺はねまあブーストがつけばスタメンになるけど、とりあえずはならないかなって感じ。ラムズ1匹ぐらい出てほしいんだよ。1匹あの覚醒させると能力が上がる特殊能力なんです。でラムズ、あのねステージ700ぐらいまで行って1匹ですよ、チアゴシルバー。おっ、よっしゃー、話変わる。やっぱこのコインは出やすいですね。やっぱコインは出やすいんだ。オーバーアップって言ってるもんね。頼む、やっとれ。やっとれは全然もうなんぼでも出てくれて構わないです。覚醒できるんで。はい、指定権もね。まあでもノイヤーとデヘア持ってるんでノイヤーとデヘア持ってるからいらん。おー、やっとれ。いらないっちゃいらないんだな、指定権は。ピケ覚醒させましょう。おお、カバーニ覚醒させましょう。これね僕ね初めて TP 不足っていうものに悩まされてきます。だんだん指定権はもういいって。やっとる。 TP がね足りない、本当に足りない。ラスト頼むよ、頼むから。おい、お待ちかねの覚醒タイム行きましょうか。もう寝起きでね声がおかしいんですけど許してください。覚醒 TP がね今もう244万9030なんですけど、これ覚醒にめっちゃ使うからね。オッケー、これで全然違うと思うんです、能力が。もう一回覚醒させます。素晴らしいでございます。でトゥーレも覚醒させちゃおう。いっぱいいるけど、うわもうない、8なのトゥーレって。あっ9、10までいけ。トゥーレ頑張って10までいけ。3つあるか、あと来い。まあ、失敗ならまだいい。頼むよ。よっしゃー、これで10までいきました。やってるの覚醒が。でカバーニはこれで3かな。でピケがこれで2で、指定権は今8なんですけど、ちょっとこれ放っておこう。やばい、135万しかない TP。 これどうしたらいいの、どうしたらいいんでしょう。クルーザーも覚醒しとこう。一応全然足りないじゃん TP。 ということで、あのね回っていきます。最後にこっちの新しい方、プラチナガチャのセカンドレグの方も一回引いて、これでベンゼマが出ちゃえばいい。頼む、アロンソ。
Thank you.